えー、ソ連は9月3日まで戦争をやめなかったのか、えー、それは実は9月2日、日本が降伏文書、ミズリー号の、えー、戦場で調印をして、ポツダム宣言を受諾すると、でえー、天皇および日本の政府機関は、えー、連合国が、えーまあ、民主化の、えー、支持をする、あと、えー、と武装解除もしなきゃいけない、えー、そのまま職務に就くようにと。 ただし、えー、連合国側の事実上、アメリカです。アメリカの支配のもとに入りなさいと。で、この水ー号の上には、えー、国旗は正常旗のみ掲げられたそうです。で、えっ、ー、と、FCCJ、日本外国特派員協会、有楽町にありますけど、私、用事があって、何回か行ったことあるんですけど。 あのすいません会議室みたいなとこで袋詰めさせてください資料の英文作ってきましたから」っつった時にあ「どうぞどうぞ」つってはい、そのまあ会議室とかくつろぐ部屋入るともう水利号の上の,あの幸福文書の調印の時の写真のでかいパネルとかたくさんありましたからねはい。えー